小田原敏彦10月22日から1945年1月25日は、日本の海軍軍人。戦前内務官僚、満州国官僚で戦後、海上保安庁早々期の警備級南部救南課長、小田原三郎は実定。海兵第62期生、岩見武蔵少佐は議定。海軍兵学校第48期生、後の総理大臣。 鈴木勘太郎校長の訓導を得る。最終階級は、海軍少将。1899年10月22日、神奈川県横浜市で、横浜税管理、小田原秀太郎の次男として生まれる。旧制神奈川県立第一横浜中学校を経て、1920年7月、海軍兵学校48期を171名中19番で、卒業、小移行補正。 1920年上位候補生、練習艦隊演用公開司令官、船越加治志郎参加官邸、浅間、岩手世界修航総行巡洋艦岩手乗り組み。1921年6月、少尉任官。12月、水雷校普通科学生。1922年4月、法術校普通科学生。1922年7月、 日本海軍初の航空母艦砲将偽装員9月、法省乗組。1923年5月、混合乗組8月、早くじら偽装員、乗組。1923年12月、中尉、霞ヶ浦海軍航空隊に、航空術学生として入隊。1925年2月、大医、霞ヶ浦海軍航空隊分隊長。この頃、 山本五十六大佐が、法術から航空に転向して、霞ヶ浦航空隊副長に着任、訓導を得る。1928年3月、法省分隊長となる。1932年第一次上海事変。死な事変従軍機将と、高三級禁止勲章を受ける。11月、新設された航空省飛行実験部員。この頃に修正まで続く。 遠山光雄とのち遇を得る。1932年12月少佐1933年10月、横須賀航空隊飛行隊長、分隊長、教官となる。12月欧州各国出張。ドイツ府任の海兵同期、上重徳との急行を温める。翌年10月、基調。この頃、海軍内で流行していた戦闘機無用論に、 事変で実践を経験た県知から反論し、論争に大きな影響を与えた。1年10月、第1航空船隊参謀。1936年11月、大村航空隊飛行長。1937年7月、第2連合航空隊参謀。12月、中佐、総流飛行長。この頃に、高松の宮城人新郎殿下に、 航空軍備に関する進行をする。1938年6月、山本56中将の下航空本部教育部員兼海軍省教育局員。1940年11月、第11連合航空隊参謀。1941年10月、大佐。11月、霞ヶ浦航空隊副長兼共闘。1942年10月、 鹿ノヤ航空隊司令。1944年1月、塚原243中将のもと、航空本部第1部第1課長、軍事省航空受品武装部総務課。8月、第1航空艦隊参謀長赴任。司令長官は、寺岡近平中将、米海軍との決戦部隊として一交艦には、大きな期待がかけられ、大本営直轄とされていたが、 テニアンの戦いで全司令部が玉砕、開催。不妊と同時に次の作戦に備えながら、フィリピンで部隊緊急再建と継続して、マリアナ方面への奇襲続行の任務があった。ダバオ事件、セブ事件の攻めを問われた、寺岡長官が更迭される。1944年10月5日、大西滝次郎中将が第一、航空艦隊司令長官に親保され、 10月20日に就任。フィリピン沖海戦で、大政長官の主導の下、クラーク基地の第761航空隊とマバラカット基地の第201航空隊によって、最初の神風特別攻撃隊による作戦が実施された。特攻後、大政長官は、福留茂第に航空艦隊長官を説得し、第1航空艦隊と第2航空艦隊を統合した。 連合基地航空隊を編成し、副留長官が指揮官、体制長官が参謀長を務め、小田原は参謀副長となった。部隊の実動機が復定したため、年末には台湾へ司令部ごと再度撤退した。1945年1月、連合艦隊府。途中、台湾新築上空で搭乗機を撃墜され、戦死。少々、軍に当局日、 重光明。ありがとうございます。